こんにちは。ゆみちゃんのゴルフトークへようこそ。突然ですが、皆さんはゴルフのラウンドでおいちょっと右向いとるぞとかって言われたことありますか？私はよくあります。で今日はそういうことになぜ、右を向きやすいかっていうお話をしていきたいなと思います。さて、たけちゃん。俺てね、一応今日たけちゃんどう、右向いてたことある？あるよ、右多い、特に右多い。でも最近あのフェードやから基本的に右から左打つようなってからなくなった、あなるほど。その本当に初めとか、まあ、まだハンディキャップが十何本の時はまっすぐ向いてまっすぐ打っちゃったから右向いとった、うん、ああなるほど、うん。今は？今はね、ティーグラウンドは絶対右から左向いて打つからそれはなくなった。なるほどね、うん。私はだいたいスライスだから右に行っちゃうし右向いちゃうからダメやん全部なんかあの草むらじゃないわ、草むらっていう、木の方に行っちゃってちょっと左向いた方がいいよって言われた時に左向いたら、その時にたまたまいいように行って左にもうまた左の谷に行けたりっていうのをやってた。何の話しちゃう？それだけね、ちょっとエイミングって大変だっていう話と、目の錯覚について今回お話ししたいと思います。これ全部ね、はい、目の錯覚らしいんですね。でちょっと調べたんですけれども、目から入ってくる情報っていうのはこのレンズから入って網膜に行くんですが、その時はこう平面の情報しか入ってこない。だから目から入ってくるのって実は2次元 2D なんです。でだけれどもこの右目と左目のちょっと誤差とかがあるので、それを脳が処理して3次元として把握しているということなので、そういったところで目の錯覚っていうのが起きてきます。はい、で今回、説明するのにちょっと分かりやすいなと思った画像をお持ちしました。ここかな、こちらに出してもらおうと思うんですけれども、線路です。これただね、まっすぐ続いている線路に見えるんですけれども、パッて見たらこうだんだんハの字のように細くなってきています。でもこれって、脳は奥行きがあるっていうように感じてます。でも実際にこれ平面として見ると手前の方が広くて奥の方がだんだん細くなっていってるっていうような感じに、見えていると思います。でこれが、キーです。まずまっすぐ向いてる時っていうのはそのままずっと奥までまっすぐ見えるんですけれども、右にあるものっていうのは実はだんだんこう左に向かって見えるように、目の錯覚で見えているので、ボールを構えてボールを置いて構えた時に自分はそのボールよりも左側にいて、ボールは右側にあります。だからそれの延長線上のまっすぐっていうのは先ほどの目の錯覚で左の方に本当は見えているはずなんですけれども、それを感じていなくてまっすぐ構えてしまうから実は右に向いてるっていうようになっているそうなんです。でそれを聞いてやってると確かに私ずっと右向いてたなっていうのが分かって、ちょっと左、私の感覚ではちょっと左にそのターゲットが見えてるぐらいがちょうどいいなと思って今やっています。たけちゃんどう、この感覚わかる？私の説明で。何でも言えることはわかります。まあ、結構右向く人はやっぱ多く、フィッティングしちゃってもまあ、それと一緒になるかどうかわからないんですけど、無意識にクローズで構えてる人って多いんですよ。クローズだからまあ右向いてるんですね、結局。うん、まあ、スタンスがたまたまクローズなんですけど。私もクローズ？ゆみちゃんは全然クローズじゃない。ただただ右向いてる。素直だね。はい、なるほど。たけちゃんやっぱりゴルフ回ってる人とかでどう、結構多いですか？多いね。特にやっぱり確かに右向く人、いやもっと左って言うと、やっぱ左向くって怖いっていう人がいますね。それは球が左に行っちゃうからってこと？いや、だってそんな左向いてっていうのは、でも後ろからじゃあ、例えばスタンスでこうね、棒を置いてあげたり、まあ、クラブを置いてあげたりして、ちょっとまああんまり本当はダメなんですけど、多分教えるというか、初心者の人とかに、これちょっと後ろから見てって言ったら全然右やっていうことはやっぱありますよ。そう、多分私もそれ分かってなくって、なんでそれがそんなに左なんて思ったことがあるんですけど、この写真見たら確かにそっかちょっと左に見えるなと思って、でそれでまっすぐが左なんだって私の、ね、感覚ではそういうふうに捉えて、ターゲットをそこに狙うようにしています。たけちゃんこれに感じたことありましたか？
まあでも確かに、まあでもそのそれまあ癖もあるので、もちろん右向く人の方が多いとは思うけど、左向く人もおるよね、もちろんね、うんうん、だからその、自分の癖を知っておくっていうことは大事かなと。確かに、うん、だから君ちゃんが言うように、ちょっと自分が左向くのが正解っていうのを知ったら左向けるし、うんうんうん、だからまあまず自分の癖っていうのを知るべきかなと。他にはどう、たけちゃん、あのこの右に向いてるっていうだけじゃなくて、うんまあ、フィッティングされてたりとかラウンドするときに、あのあちょっとこの癖があるなとか、多いな、よく見かけるなっていうものってありますか？あどうだろう、でもパターなんかあれフィッティングしてたら分かりやすく、うん、そう目のね錯覚っていうところで言えばパターのフィッティング、まあ僕今してないですけど、うんうん、パターは何でか左向く人多いよね。うんうんうん、引っかけるって、ね、左向いてるけどそれ引っかかりますよねみたいな。ねえ、あれなんか右目が効き目とかなんかあるのかな。そう、あれは多分ね効き目のせいやと思う。だから、ね、逆に人間の目っていうのは、うん、それぐらいしょうもないもんなんでしょうね、うん、私もそのパターが一番苦手で、たけちゃんのところ にパターフィッティングで一番初めに来たんですけれども、あ僕はつつもたせやと思ったんですねで私も長さだけだと思ってたの。長さとそのヘッドの重さぐらいが私の、うん、あのなんだろう、改善しないといけないところだったんだけれども、結局調べてもらうとフェースが全然まっすぐって思ったとこじゃなくて右向いてたっていう。そうやね、フェースがオープンで構えてた、それがまっすぐだったり、あのこの前のまーちゃん、まーちゃん、まーちゃん、うんうん、まーちゃんもまっすぐと思ったら違った方向に向いてたりとかっていうのがあるので、これ簡単にチェックできると思うので、うん、ぜひね、あの本当にまっすぐ向いてるのかどうかっていうところにちょっと疑問、自分のね、ま、向けてるのだろうかっていうのを、まあ、見てもらったり人に見てもらったりするのでもいいと思うんですけれども、そうやって自分の基準のまっすぐがまっすぐじゃないっていうことを知るっていうのはすごく大切だなと思います。でもう一つは、あのラウンドレースの時に指摘していただいたことなんですけれども、ボールの真後ろからターゲットを見て、どこかのスパットを見つけますって多分よく聞くと思うんですけれども、そこからアドレスするときにちゃんと真後ろから90度、時計回りに回転して、でここで打つっていうのをした方がいいんだけれども、私はそれをいろんなところから入るから、どこがそこの90度か分からなくて、結局そのちゃんと見たのに結局こうした時にこっち向いたりこっち向いたりしてるっていうことを言われたことがあります。なので打つ時をこう向いて、打つ時をここをじゃあ時計と考えて、まあ、12時6時とします。で3時の方からターゲットをこう見て、でそこから90度 6時のところまで3時のところから綺麗に入っていくと、その6時っていうのが見つけやすいんですけれども、私は結構その3時からじゃなくて4時の方から入って5時の方から入ってくるので、結局そこの6時に行きたどり着けず、こう肩が右行ったり左行ったりしてまっすぐ向けてないっていうことがありました。なので私はちゃんとまっすぐ向いてるって思ってる、ターゲットに方向に向かってまっすぐ3時9時に打ってるって思ってるんですけれども、結局のところ実はその肩が12時じゃなくて1時とか11時の方向いちゃって、でそのまま打ってるから、わあ右に行ったって言って、さっきのちょっとアウトサイド過ぎたかなとかって思ったら、いやいやまっすぐ向けてなかったよ、ちゃんとその向いた通りに行ったから今度はきちんと6時の方から打つようにしてねっていうように言われたので、ここはすごくあのよくアマチュアの方はあるところらしいので、ぜひそれもあの私は有益だなと思ったので今回シェアさせていただきたいなと思いました。かけちゃんどう、これは。いやこれね面白い話で、あの片山慎吾プロがとかもしてたんやけど、パターでよく、今の話はショットの話やんね、うんうん、パターで後ろからライン読むよね、うん、でそれこそアドレスに入るときにパター、あのね、あのプロでもすんやなと思ったのがちょっとかっこ悪いんだけど、パターをその方向に向けたまま、うんうん、それを視点に自分が動くっていう。片山慎吾プロってさすがやなと思ったのが、プロあれしたらすごい、まあ普通かっこ悪いって言われるけど、でも逆に言うと一番アナログでいい方法やなって思う。あれを実際片山慎吾プロがしよったのを見て、この人プロやなと思った。あ、うん、あの本当にやっぱかっこ悪いが勝つやのに、うん
だからあのパターンの、だからよく初心者の子とかが後ろから見てこうポンって置いて、あの方向を出してそのまま出て出て出て視点にしてつ、ね、あの回っていく、バットぐるぐるス競争みたいな感じでするんやけど、あれってでも意外と有益。あ、でもそれ本当にあるなって、やっぱり指摘されて分かることってすごいあって、うん、若干かっこ悪いねでもね、ちょっとあの一つ思った、こうまっすぐ右足をまっすぐして、そこから左足をこうやって90度にして、でそこからこう足をきれいに調節していったら、スムーズみたいな、なんかロボットみたいなやつやちょっとカクカク。いや、でもそれぐらいまっすぐエイミングするのって大切だなって、棒でアライメントでやるのもすごく大切だと思うんですけれども、実際にゴルフ場に行ったらいろんな木とかあのバランスがやっぱりもう錯覚を起こすような、もう目はやっぱり2次元で来て見てるのを3次元にしてるから、いろんな錯覚がゴルフ場だったらもっともっと起きると思うので、ちょっとそういうあの泥臭い戦法も必要かなと思っています。うん、泥臭い片山慎吾プロ謝れあ、私の片山慎吾プロはこう精密な感じで、はい、そうです。でたけちゃんはどう、なんか、エイミングするときに注意してるところとか、もしあのアドバイスとかあればぜひ教えてください。まあでもその今ごめんなさい、エイミングの話がちょっとずれるんやけど、うん、その意外とこの今だから方向もあったけど、ボールのセンターがわからない人結構多いね。フィッティングしてて、この真ん中っていうのが分からない。意外とボールを左に置く人が多かったり、逆に右に置く人もおったりするんだけど、まさに本当にあの方向もそうやけど、自分は真ん中に置いてるって言い張るんですよね。で、写真撮ってあげてどうですか右ですねみたいなとか、だから意外とその人間の視覚でそこもそうやけど、真ん中も分からない。それは、はい、心当たりがあります。やっぱね、うまい子はアライメントスティックは十字で置くんで、なるほど、ね、やっぱ研修生とか見よったら十字で置くのは、うん、方向とセンターっていうのをやっぱ両方取るので、うん、やっぱアライメントスティックはだって基本日本売りなのはそういうこと。なるほど、うん、まあ、そこはね、やっぱり僕はアマチュアの人はあのよくあのキャディバッグに入れてるだけみたいな、うんうん、飾りになってる人多いんで、うんうん、そこはやっぱり使った方がいいなと。なるほどね、はい、だからその本当に、ね、毎日のように練習されてる方こそそういうのを使われてるってことは、そういうこと、うん、なかなかその備わってないところなのかなというところが、もう本当に簡単にこうトリックに合うものなのかなっていうのが分かるので、ぜひ私もあの飾ってるだけじゃなくて使おうと思います。ということでね、今ご覧の皆さんも最後までありがとうございますということで、あのこういう資格の罠もあるよとか、こういうところを気をつけてますっていうのがもしあれば、ぜひ、ね、コメント欄で教えてください。私も勉強したいなと思います。そしてまたリクエストも、こんなこともあの調べてみてねとか、こういうのもあるよっていうのがぜひあればあの教えてください。コメント読んであの参考にさせていただきます。では今回はこの辺で、じゃあね、またね。チャンネル登録高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。